ダルシア、おはようございます、応援してます、グッドラック、イエー。ガルシア選手いました。今日ラッキーなことにたまたまここにいました。横山投手、藤浪投手ですね。まあ、矢野監督いましたね。これ矢野監督です。キータが走ってますね。かわいい。キータ走ってますよすごキータ、お子さんのキータっていう声がすごいかわいい。キータすごいよ。おー、キータとガンケルだ。ガンケル投手ですね。キータすごい。キータもナイス。キータです。かわいいよく頑張った。さあキータですね。キータがグラウンド整備してる人にメッセージ送ってますね。キータ、キータ、あ、名刺。キータ、キータアップすぎて顔しか映ってなかった。あ、みんなにくれようとしてる。あ、はい、先にあげてください。お子さんにあげてます。あら、はい、お子さんから言う、うん、配ってって、はい、あ、配って俺が配られる感じ。なるほど、 ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとう。なんで、あ、なんでやねん、なんでやねん。あ、ありがとうございます。あ、あ、ありがとうございます。なんでやねん。チルチルチル。見ているぞ、なんでやねん。ありがとうございます。なんでやねんしてくれました。ありがとう。めっちゃかわいい。30キロまで行けるんでね。あ、こんにちは。帰ってきました。半年前に来ました。いやもう30球打つも偉いわ。もうプロすごいな、この選手もみんなすごいわ、ほんま見て、マネージャーがニヤニヤ笑っとるわ。このおっさんもめっちゃ体力ないやんっていう。はい、ということでありがとうございました。また半年前に来て、でまたキャンプ来て、半年前に来て、あ、ありがとうございます。覚えてくれて。ありがとうございます。毎日あげて。おかげさまでチャンネル登録3000人ぐらいになったんで。もうちょっと頑張って。次来るときはそう。あ、ほんまですか？いつもありがとうございます。バッティングセンターね。え、営業何時から何時やってるんですか？までやっていて、通常はどんな感じですか？夕方の4時ぐらいから9時まで。要は学生たち、この辺の子供たちが練習する。なるほど。
ね、沖縄の野球が、ね、強くなるためにこういう場を提供してくださっているということなんで、ありがとうございました。またよろしくお願いします、はい、この動画ちょっと上げさせていただきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。宜野座バッティングセンターね。